はい、皆さんこんばんは。さあ、今回はなるかみね。どうしてこんなに男と女の描き方がうまいのか。本当に感心した。外国の映画でも男とはどんなものか、女とはどんなものか、なかなかうまく描いているものがあるけれど、このなるかみは日本の1700年代のお芝居。今から280年くらい前のお芝居なの。えらい、えらい坊さん。本当に立派な坊さんが朝廷と喧嘩して、